ここまで頑なに条件を飲んでくれないとは、理解できませんね。ゼノミリタリーの決定は先ほど伝えたはずです。暖かい酒場で最後に飲み明かそうじゃありませんか。ここにストリチナヤがあればの話ですが。こんな寒いところに座り、すでに答えが出ていることに関して話す意味はないでしょう。何か、つまめるもの。カカオ豆とかはないのですか。ミスター・ベルトルト、話が違います。落ち着くんだ、ビラ。何か誤解があったようですね、冷血のレディ。ゼノミリタリーは数ヶ月前に通達を出したはずですが、現在のライア式にはゼノミリタリーの支援を受ける資格がありません。該当区域で価値のある別資源が発見された際には再度審査を行えるため、早急に返信をするようにと。その後ちゃんとライア式から返信がありましたよ。差出人は、ミスターエフゲニーでした。はい。特にあなたの視点は興味深く、上層部も興味を示したため、私がここに派遣されたんです。ライア式の住民たちは優れた資質を持つと思っています。彼らは団結力があり、勤勉で、やる気に満ち溢れている。とても優秀な人材です。彼らならゼノミリタリーでも重要な役目に努め、力を発揮してくれると信じています。ゼノミリタリーは、俺の申し出を受理してくれた。もちろん、俺は事前に多くの人の意見を聞いた。ほぼ全員が、ゼノミリタリーを高く評価していたんだ。ゼノミリタリーに加入できる機会なんてこの先そうないだろう。誤解しないでほしいのですが、我々の審査は本来厳しいのです。この機会をちゃんと掴んでほしいものですね。ゼノミリタリーが必要としているのは優秀なごく一部の人材ですからね。一部の住民をゼノミリタリーに行かせるですって、そんな話初耳です、ミスターエフゲニー。合理的に考えるんだ。このチャンスを見逃すべきじゃない。他の人たちはどうなるんですか。老人や子供、鉱山で負傷した人たち、死亡してしまった同胞たちは。ご安心を。そのために生物トラブル処理の精鋭隊を連れてきたのです。最寄りの安全区域まで避難するのをお手伝いしましょう。みんなこの町のために全力を尽くしてきた。君の目標も理解しているつもりだが、いつかは現実と向き合わなければならない。ライア式を捨てるという最悪の選択も視野に入れないと。これを読んでくれ。現在ライア式のルーン鉱石採掘量はおよそ 0.00173 万トン、例年平均産出量の 0.275% にも満たない。実地観測にて確認済み。
該当区域は北極圏に位置しており、鉱石の運送コストが極めて高く、ルーン鉱石加工場を設置するには不向きである。また、現地では野獣と魔性の襲撃が頻発化しており、武装費の支出はこれまでの 3.61 倍以上に上る。今後も増加する恐れあり。明らかに該当区域は自治能力を持たない。ゼノミリタリーアカデミー傘下である災害対策所の世界人道支援ガイドの規定に基づき、以下を決議します。人員を該当区域に手配し、現地住民の撤退を支援。同時に、危機対応業務の引き継ぎ作業を進めること。うちも人手が足りないため、選考基準を適度に緩めようと思っているところです。残念だが、これが現実だ。ゼノミリタリーの援助は、高価な石ころのためにある。俺たちが採掘作業をして、鉱石を船に積み、ゼノミリタリー各支部へ安全に送り出せるよう援助されてきたんだ。多大なる功績に敬意を表します。親愛なる友よ。そして今、その役目は終わった。みんなで力を合わせれば、場所を変えても続けていけると信じている。それがたとえ。ミスター・エフゲニー、内屋敷の未来を軽く考えすぎではありませんか？この町は数代にわたる血と汗が詰まっています。60年以上ですよ。離れるなんてあなたや私の一言で決まるものじゃありません。先代はクレーンすら持っていなかった。彼らは無数の手で巨大な鉱石を掘り出したんです。蒸気船は野菜を植えるための土を運んできて、私たちは吹雪をしのげる壁を建てた。やがてあなたが訪れた。子供たちのために新しい教科書を用意して、人間以外にもたくさんの種族がいることを教えてくれた。そうしてあなたはすぐにこの町の一員となった。申し訳ない、ヴィラ同士。あなたの同情を受け入れるつもりはありません、エフゲニー同士。これは私個人の理想ではなく、この町に住むみんなの理想なんです。内屋敷の開発の初心を忘れてしまったのですか？みんなのために、みんなで作る理想の町。今は小さな町でも、いつか世界に広がるまで大きく発展できる町。忘れちゃいないさ。あなた方の境遇には同情します、友よ。ゼノミリタリーは今、世界各地で巨大な損失を受けています。戦略用地、軍事工場、傘下の軍事学院までも失い、常に人手不足に悩まされています。なので、あなたたちの現状は身に染みてわかりますよ。もちろん、ゼノミリタリーの問題だけではありません。新たな産業、目まぐるしい電化製品の発達、とにかく何をするにも資金が必要です。ゼノミリタリーですら予算を節約せねばならない状況なのです。あなたたちがよく口にする世界の福祉はどうなるんですか？
もちろん歩みは遅くなります。ですがこれだけは信じていただきたい。ゼノミリタリーはあなたたちのために全力を尽くしているのですよ。こんな激動の時代であっても、我々は理想を追い求めるため必死にあがいています。あなたもそうでしょう。この街でのあなたの影響力は存じています。きっと住民たちをなだめてくれると信じていますよ。もちろんこれも評価につながるので。では幸運を祈ります。